丘陵地帯を貫く郊外型モノレール路線である、保養・観光地を短絡するものの観光輸送の割合は、小さい江ノ島線は、神奈川県鎌倉市の大船駅から、藤沢市の湘南江ノ島駅まで結ぶ、湘南モノレールのモノレール路線である。単に、湘南モノレール、湘南モノレール線と呼ばれることが多い。三浦半島の付け根付近にある、丘陵地帯を貫き、 こと、鎌倉市街を経由せずに、大船と藤沢市、片瀬地区を短絡する。丘陵地帯にありながら、道路線の開業以降、富士見町、湘南町や両駅界隈が主に順、工業地域として、湘南深沢駅界隈が、商業、住宅地として、西鎌倉目白参加間の各駅界隈では、昭和初期からの別荘地であったものが、高級分譲地として、 再整備されるなど開発が進んだ。そのため、用務客の利用が増加し、沿線から東京方面への通勤と沿線への通勤の両方の需要がある通勤路線としての性格を強める。開業以来の二両編成では利用客をさばききれなくなり、1975年には現在の標準組成である三両編成が登場している。同時に、 片瀬海岸、江ノ島をはじめとする湘南地域の保養地、観光地アクセス手段の一つでもあるものの、1978年には観光需要が3割、通勤、通学需要が7割であったものが、現在では通勤、通学需要が9割に達する。朝夕は激しく混雑し、富士見町大船間においては、混雑率が163%にまで達する列車もある。 特に湘南モノレールの大株主だった三菱電機の従業員用務需要は大きい。近年においても大船駅に近い富士見町駅周辺においてマンション開発が相次いでいるほか JR 東日本の大規模工場が撤収した湘南深沢駅前では鎌倉市が第3の都市拠点として再開発を計画している。 深沢地区と隣接する藤沢市村岡地域において大規模研究所施設の建設により就業人口が増したことから関係自治体による村岡、深沢地区総合交通戦略策定協議会も立ち上がっている。大船駅と湘南江ノ島駅の両集団駅には駅員が常駐して自動改札機が設置されている。湘南町屋駅よび西鎌倉駅には 自動改札機と自動生産機が設置されている。それ以外の無人駅は自動券売機のみ設置されており、原則として乗務員が修札を行っている。ただし、下り列車の富士見町駅では、大船駅から初乗り運賃であること、大船駅に自動改札機が設置されているため、修札は行われず、駅備え付けの修札箱に乗車券を入れるようになっている。 路面電車の停留場に似た簡素なものがほとんどで、あるが、1日の乗降客数が5000人を超える特定旅客施設に該当する駅が多いため、交通バリアフリー法による移動円滑化の動きがある。これにより、湘南町屋駅、西鎌倉駅、湘南江の島駅には、エレベーター設置に伴い駅舎が回収されているほか、開業以来基準のなかったサインシステムが導入された。 また保安装置は ATS を使用し、終点駅や交換可能な駅には、鉄道の地上信号機と同じ上地信号機と、従属信号機の遠方信号機が設置されており、地上信号での自動閉塞式で運転されている。富士見町、湘南深沢、は、西鎌倉、目白三下の各駅で列車交換ができる。単線ながら、早朝と夜間を除いて7.5分間隔の、 高頻度運転が行われており、すべての交換可能駅で列車交換が行われるネットダイヤを形成している。このため、これ以上運転間隔を短くすることはできない。大半の列車は大船湘南江ノ島間の投資で運行されているが、途中駅の湘南深沢駅近くに深沢車庫があるため、朝晩の一部列車に同駅を、起終点とする列車の設定がある。 また、ダイアグラム上昼間の大船発湘南への島行き列車でも途中の湘南深沢で車両交換が行われることがあるが、その場合は乗り換えを余儀なくされる。日本の多くの鉄道事業者が土曜、休日ダイヤを設定している中で、沿線に抱える大規模工場への通勤客輸送という側面を抱える道路線では、土曜日の運転には平日ダイヤが適用されていたが、 2016年6月1日のダイヤ改正で休日ダイヤに統合された。また、観光客対策として毎年8月の第一火曜日に開催される江ノ島花火大会当日は23時過ぎまで、日中同様7分半間隔での臨時ダイヤで運転されている。なお、2007年3月18日は、 片瀬海岸を発着とする湘南国際マラソン大会への対策として休日、ダイヤ的呼びながら平日ダイヤで運転されたほか、2010年まで毎年元日は平日ダイヤで運転されていた。2018年12月31日から2019年1月1日にかけてには前線45分間隔で終夜運転を行った。2008年2月24日に発生した。 西鎌倉駅でのオーバーラン事故以来、12月22日まで、臨時ダイヤで運転が行われていた。3月23日まで、平成初期まで存在していた大船、湘南深沢間を折り返し運行する、シャトルビーンが朝晩を中心に一時的に復活したほか、開業以来設定されたことのなかった土曜日ダイヤの適用も行われていた。車両の夜間停泊は、 車庫のある湘南深沢駅と湘南江ノ島駅で行われている。日本小座式モノレールを推進する陣営と、異なりメーカーによるライセンスが開放されていないこともあり、開業時から一貫して、三菱重工業、三菱電機共同製作によるもののみ、採用されている。車両はすべてアルミ合金製の三両固定編成で、5000系、第1編成までは、 銀色地に赤帯を巻いていた。第二編成以降は、一本ごとに異なる色の帯を巻くようになっている。全車両とも行き先表示器を装備していないため、先頭部に行き先表を掲示している。仕様変更に伴う形式変更、改版を頻繁に行うため、登場時の車号の車両は少ない。500型では、 折りたたみ座席設置の際に両戦闘車のみが550番台に、改版された。5000系では、第1編成が、案内臨交換の際に両戦闘車が5300番台、中間車が5200番台に改版され、その後の貫通扉設置改造時に両戦闘車は5600番台に、改版された。第2編成は、当初両戦闘車は5500番台であったが、 VVVF インバータ装置の改良や情報記録装置の搭載により5600番台に改版された。第3編成以降は登場時から両先頭車は5600番台である。旧来の路面電車に代わる都市内交通機関としてモノレールが本命視され複数の企画が各地で試験敷設されていた当時、主に 日立製作所が技術主導権を握る小座式モノレールと対抗軸を、那須三菱重工業のモノレール設備機器の本格導入、各班を目指すためのモデル路線として付設された。1964年に名古屋市の東山道植物園内に設置された、懸水式モノレールの試験線で得られたデータを活かして、2から3両の連結車両やモノレール用の特殊な 点鉄機を新たに採用するなど、さらなる試験も兼ねているほか、小座式モノレールに対する優位性を示すためあえて過酷な条件の地形に挑むように建設された。この路線における技術の成功が、千葉都市モノレールに生かされている。軌道は、旧景品急行自動車専用道路の上空に沿う形で設置されている。この道路はもともと大船と江ノ島海岸を結ぶ。 普通鉄道線計画が頓挫したために取得済み用地を日本初の自動車専用道路として整備した指導であった。モノレール建設当時は京浜急行電鉄による所有、運営がなされており、軌道不設にあたってはこの形態が有利に働いたようである。なお、現在では鎌倉市と藤沢市に売却、譲渡され、一般指導に移行している。この道路には、 最小曲率半径25メートル、最急勾配88パーミルという険しい箇所もある。懸垂式モノレールの性能的には、この道路に完全に沿う形での敷設も可能であったが、車両の馬力、平均速度の観点を加味し、最急勾配を74パーミル、最小曲率半径を本線100メートル、駅構内50メートルとした。途中2箇所に道路上空を外れて、 トンネルを設けた箇所も存在する。このような急カーブを駆け抜ける乗り心地や目まぐるしく変化する車窓の風景がジェットコースターに例えられることもある。建設にあたっては、軌道下駄、支柱の製造を三菱重工業横浜造船所、車両は道三原製作所、変電所は三菱電機が担当し、総合管理を三菱自所が行うなど、 随所に三菱グループの総合力が生かされている。江ノ島線の走る鎌倉市の大船から、深沢界隈は三菱電機の2事業所を抱える。湘南江ノ島駅よりさらに南下して江ノ島電鉄をまたぎ、江ノ島あるいは茅ヶ崎まで延伸する構想が当初存在したが、諸々の事情により頓挫したとされる。湘南江ノ島駅において連絡運輸は行われていない。 大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券の他に企画乗車券として、湘南モノレール1日フリー切符が発売されている。ほか、過去には、世界のモノレールシリーズをはじめとする各種、記念乗車券も数多く発売されていたことがある。パンチ式車内補充券を現在でも車掌が発行している。 かつて JR 東日本線連絡乗車券を湘南江の島駅券売機限定で発売していた。連絡定期券は JR 東日本線連絡のみで取扱区間など詳細は駅や窓口に表示されず、三者連絡定期券は扱わない。カード乗車券は2018年4月1日始発よりパスモが導入された。券売機や改札機で使用できる プリペイドカードは当初から導入されずパスネットも不参加であった。IC カード乗車券は2007年2月に導入検討中と発表され、同年5月にスイカを主導する JR 東日本と協議に入るとの報道発表があり、導入時期は公式発表されていないが、当事県議会議員の松尾隆が出した要望書に2012年度に パスモを導入する方向で準備中と回答していた。2011年6月に地域新聞編集部の質問へ共愛駅舎で自動改札設置が困難で新規ソフト導入等の課題もあり今のところ難しいと回答していた。直接的投資効果が薄い IC カードシステムへ大手鉄道事業者同等の資金優先が困難な点に交通政策の一環として 他都市でバス事業者等へ実施済みの IC カード導入補助金制度等を検討する市議会議員もいた。かつては小規模事業者ながらコスト競争がない心臓車両の更新や法定の移動円滑化対象駅が多く各駅の大規模改修などが重複到来し安全運行維持やバリアフリーなど安全設備が優先されるため近隣事業者より 大幅に遅延していたが、季節自動改札機や券売機などは、機体を機種で、今後の更新計画も、対応前提であり、IC カードシステムの将来導入は、永遠検討中としていた。近隣を走る江ノ島電鉄線ほどではないものの、継承地、湘南を通ることからたびたび、テレビドラマや映画、書籍などの作品に道路線が登場することがある。ここでは、 その一部を取り上げる。ありがとうございます。